しもこれを聞いている君の友人や家族が呪いの犠牲となったのならすまなかった。兄さん。サヤ、お前いつから。扉薄く開いていたわよ。そうか。その録音テープは？少し前に撮ったものを聞き直していたんだ。人形の封印方法が分かったとき、念のため録音しておいた。用意周到ね。まあ、ちょっとした保険のようなものだ。これを玄関ホールの大時計に仕掛けておこうと思う。なるほど。いいよね。紙の書類は見つかったら処分されかねないけど、相手は古い人形だし、テープレコーダーなら気づかれないかも。そろそろ時間だ。こいつを仕込んでから神社へ向かう。玄関まで送るわ。人形についてはこの3週間あれこれ調べた。名越の払いを施した仏像を人形に戻せば必ず封印できる。そうね。レコーダーはこれでいいだろう。では行ってくる。ムー、今日も兄さんのことをお願いね。今日は一人でいい。神社へ行って帰ってくるだけだ。この子はお守りよ。連れて行って。しかし俺がムーを連れて行ったらお前が。大丈夫よ。私には自慢の霊力があるもの。兄さんは神社へ行ってお祓いの済んだ仏像を持って帰ってくる。ムーは散歩がてら兄さんについていく。それだけでしょう。ああ、そうだな。確かにちょっとした散歩みたいなものだ。すぐに戻る。ええ、行ってらっしゃい。気をつけて。こんな呪いの技までつけられて、自慢の霊力も何もあったもんじゃないわ。ごめんね、兄さん。さあ、私もそろそろ準備をしなくちゃ。時間はもうわずかしか残されていない。死の呪いだなんて、霊媒修行理に尽きるってものよ。もうすぐ夜明け。兄さんは大丈夫かしら。あの子と一緒だし、きっと無事に。あの子？あの子って一体誰のこと？思い出せない。とうとう来たわね。私にはもうあなたを封印する力はない。けどたとえ死から逃れられないとしても、これ以上あなたの好きにはさせない。この彫刻と、こんなことに使うのは忍びないけれど、これを胸に。痛い。今心臓に刺さって、違うわ、こうじゃない。私は恨みを抱いて死ぬの。この世に未練を残してとどまるために。
覚えているんでしょう。よく覚えておきなさい。私はあなたを決して許さない。私が死んでも兄さんがいる。兄さん、あなたのことは私が必ず。